그네. 뭐 정말 우도 그랬었네. 마운틴 내려 내려 내려. 하이 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 자 그만 좀 클리어스마스까. 사태 사태 나니 쓰리베가. 좀 悩むよね. 뒤는와. 今日弁当の日なんで、 これですね、 サンドイッチ作ります。まずこれはもう決めました。 で、サンドイッチ以外何作るかなんだよね。 何を作ればいいか分からない。 これなんだよ、カレーがね。 100円。 100円。 でもこれ煮たいんだけどさ、 煮るのが好きなのって俺ぐらいなんだよね。 食べるのは俺だけ。なんか今ワンワンって言いましたね、まゆちゃんね。でもまあ煮付けは美味しいからね。ちょっと甘じょっぱく、甘辛く煮ようか。ね、甘辛く煮れば美味しいでしょうね。それで、あとは何かというと、ゆで卵。卵サンドをね、作ろうかと思います。 卵サンドで、これね、卵サンドで、あと、唐揚げしようか。唐揚げをサイドにして、あと、こう、野菜が何かあるかな。すぐさ、水菜。水菜のサラダも美味しいかもね、水菜ね。ちょっとね。株もあるね。これほら、雪下人参だね。雪下人参。これ雪下人参、こう、薄く切ってさ、 薄く切った雪下人参、雪下人参、美味しいよ、ベビー。あと、春野菜だね。春キャベツと雪下人参を、サンドイッチしますか。ちょっと難しいね、けどもね、形が。雪下人参、雪下人参、ほら。チンポみたい。はい、じゃあまず、何からいくかの。 ちょっときれいに片付いたんですね。大体片付けでね、そこそこ時間食いますからね、人生っていうのは。何からすんだっけ。まあ、手羽、こっちから。魚を煮つけるとこからしますか。マスか。あ、ゆで卵は先だ。 ゆで卵が先ですね。ポテトサラダもいいんだけどね。<笑>ポテトサラダもいいんだけどね。はい、ここにこう入れて、少ない水でずっとコトコトと蒸し焼きにしましょうね。で、そいつらが来ると。よし、大体今日の料理ができるね、これで。はい、スタートです。 Chore stop. Chore, chore. はい。水このぐらいね。水このぐらい。で、無水なのでカタカタ。はい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 。これ唐揚げね。カレー味にしようか、唐揚げ。カレー唐揚げ。ベビー、ベビー。 あんまり作ると余っちゃうからね。塩これは塩いきましょう。鶏の唐揚げゴーゴーゴー。あと何かあったっけ、揚げ物にするの。ああ、海鮮があるね。海鮮揚げてやるか。今夜は海鮮。いや、そんなことねえろ。 野菜系はしいたけちょっとあるね。しいたけも天ぷらセットうまい。あ、なんか天丼食いたくなってきたね。天丼、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 天丼。俺の世界は天丼の世界。いや、よくわからん。よくはわからないけど、なんとかなるろう。人生こんなもんさ。ね。 カレー、何日さばいたつもりだったんだよね。忘れちゃった。ちょっと疲れててやりたくなかった。疲れててやりたくなかったんだよ、俺は。よし。
おっしゃわっしゃ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 。ここら辺のあの内臓だけ取ってやりたいんだよね。卵はあんまり抜きたくないよね。すごい内臓がしっかり入ってるね。ここにあのニガ玉がありますから、ニガ玉肝臓です。まだ取ってやるか。まあいいや、それでここで割ってやりましょう。先に割ればいいんだな。ここまでダメか。卵入ってる中、ほら卵入ってる。この卵が生命のもと。ここに苦玉ですよね。これ骨と頭のちょうどあんな真ん中、解剖学的にはどうでもいい。それでこれはこの辺で割ってやろうか。鱗はあんまり取ったことないよね。はい、弱火にして8分。はい、ハップやってる間にね、レバーはやっぱもうちゃんとこう骨まで断ち切ることができますから。でこれが大体鍋底ですよね。鍋の底、鍋の底、あなたの鍋の底、鍋の底、鍋の底、あなたの鍋の底。あ、やっぱ軽く塩して海の味に戻してやれ。はい、もうこれ OK ね。もうこれ OK。 よいしょ。ガタガタ。ちょっと広めじゃないとダメだね、これね、鍋底ね。こんな鍋底だね。はい、生姜も切るか。生姜、まあ、大して生姜は使いませんけどね。生姜は結構使うのと言いながら結構使うのが俺。俺、あとこれ油で魚切ったらあれだ。この辺のね、昭和のなんか煮付けは何でもいいんだ。砂糖をごま油で溶かして。僕はこれ好きね。砂糖たっぷりをごま油でちょりっと入れて、砂糖たっぷりをごま油でちょりっと入れて、醤油でじわじわっとじわじわっと味出る。まあいろんなやり方ありますけど、いろんなやり方で料理なんてもう全部違うんだからな。どこの誰とか上手だ、これがいいって言ってもそんなもん気にするな。俺はうんこが好きだって人間いたら、お前うんこ食うか。食う。食うと美味しいらしいよ。この近所ってね、結構昔の品物だから厚手なんだよね。生姜がこうやって味が入ってくる。強い味が入っていく。ゴーゴーゴーね、強い味が入っていってます。はい、じゃあ入ります。ちょっと塩っぽい。
さっきの塩は洗い流してアク取れたのの塩アク取れちょっと小さいなんだねちょっと小さいじゃないまあいいかまあどうせ俺の人生さそういうもんだよそういうもんじゃねえろ食う人がたまんねえろたまんねえじゃあたまるようにカチーズ大丈夫この広さはいいね昭和新シート来たかったんですけどうまいよまあどうせ買いたいと思いますし これ100円100円だからねだからね酒とね酒と女と涙とあれそんな歌ってない酒と涙と女と男全然違う全然違う全然違うこんなでいいねはいあんま突き崩さないようにねここからじっくり言いますはいここからこんなでいいねはいこんなでコトコトいきましょうかこんなでコトコトいきましょうよこの鍋だとこの蓋がね入りますからちょっと小さいなまあいいやこんなではいということでいやまだだよこれからでサラダ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 ゆで卵ができたところでゆで卵ができたところでサンドイッチサンドイッチサンドイッチはね、ゆで卵を作ってる間に時間があるので、その間にパンの用意します。パン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 。その後知られるんだよな、俺。なんかあの、パン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 って言ったのに、自粛。あの、肉の、肉が、汗と愛欲にまみれた音を立てております。こうやってね。サンドイッチは半分の厚さのパンを使う。自慢じんま切り。6枚切りをこうやって切るとじんま切りになるんだよね。これ0コマ1ミリの誤差もなく切れますから。いや、それはねえろ。こうやって切ってね、ゆで卵を挟んで、もう一個キャベツの味にしようか。はい、今日のサンドイッチはこれを使いますねはい、用意しましたはい、ちょうどいいですねあ、こっちほらグツグツいってるこれダメこれダメ、これダメこれダメ、クツクツゆっくりゆっくり、ね、このまま煮飛ばしますからねあ、ちょっと待って
こう持ってみないと分かんないんだよね。こうやってピュッて持ってたら OK ですね。はい、 OK です。ゆで卵だけでも足してもいいんだよな。はい、弁当、今日の弁当、ゆで卵。これ細かく細かく割ってやれ。そうすりゃできるんだよ。ちょっと冷やさないとね。冷やしておきます。はい、その間に私はですね、これが始まりになります。はい、じゃあカレーからでしょうか。唐揚げを薄く切ってね、パンで挟んでたのもありだよね。ありだよね。ポークありだよね。ふっふありだよね。あ、もうね、やべえねえじゃん。落ち着かなきゃ。これはあの、やっぱ同じ店で売ってるね、カレーこれ。ちょっと面白い味です。面白いですよ。カレー粉の味あんま変わんねえよね。ターメリック。これゆっくりと。これ塩味で味を入れましょうかね。もうちょい出る。相当入ってるよね、あのカレー味の片栗粉。カレー味のこれだけでいいことですか。あ、これだけでやってみるか。もう小麦粉入ってるからね、そもそもね。これでいこうか。ちょっと休ませておきましょう。あとゆで卵と揚げると埋めろっかね。やったことねえよ。はい、挑戦ことが人生さ。そんなことねえろ。はい、はい、じゃあここでちょっと人参はスライスにしてみようか。面白いだから薄く切るのもいいんですけど、はい、スライスという点もありますか。指切るな、指切ったら痛い。指切るな、指切るな、指切ったら痛い。相方、相方、痛いよ、痛いよ、指を切ったら痛い。そんなこと言ってたら、ほんと切るぞ、お前。最後の方が危険ですよね。ヘッドシーン上げちゃいましょう。美味しそうだね。これがスーッと入ったあの
これとキャベツを入ったサンドイッチでいいのかな。ちょっと軽く塩で揉んでおきましょうかね。ゆきしゃにんじん、ちょっと塩で揉んで置いてからやればいいね。あと水菜をちょっとパウダーにします。僕になんか食べるもんないのっていう人がいますよね。ないよマイク。はい、いらない。取られようとすると逃げる。あと可能男と女の両方に、違うろ。あれは毎日ってもう鬼のように美味しいものなんだよ。はい、よく絞らないとね。これもまあこのぐらいでいいんでしょうかね。はい、ぎゅっと絞って、そしたらマヨネーズ、マヨネーズ、マヨネーズ。なんかタルタルソースもあるね。じゃあタルタルマヨネーズ。これであの、これタルタルソースです。タルタル。はい、唐揚げが準備できました。まあ料理ってあのいうよりもその少ないリソースをいかにあの使うかというね、クリティカルパスとかいろんなあの面倒な言い方がありますけれども、あの要するに出来上がりゃいいんで最後に。これね、美味しいもの、美味しいものが出来上がる、美味しいものができる、美味しいものができる。はい、じゃあまずは人参。ほほほほほ、人参ほほほほほ。あ、卵入れてんだよな、これでいいか。これね、卵。カレー、カレーですね。カレーなるカレー、カレーなるカレー、カレーなるカレー。ちょっとなんか、あふれそうだね。あふれるばかりの愛。これあふれるとね、ちょっと嫌だよね。卵がボンって言うかなと思ったけど、言わないね。お、なんか、うまそうじゃの。あ、落ち着いていきましたね。はい。あ、ちょうどいいね。はい。で、これがここね、来ますから。ちょうどいい落ちだね、これ。ちょっとお湯強すぎない？いいか、まあ、このぐらいでどんどんいけばいいね。100円だわね。それね、ダメだよ。値段が安いからといって、カレーの鮮度をバカにしてるけど、もうなんかすごいね、揚げたものだったね。あ、いい色に上がった。これ二度揚げだな。二度やら。熱が通って、その後で、捨てましょう、もう一回ね。
二度揚げしなきゃないなっていうような時はね、もうこれ2回に分けて1回目をやって、最後に揚がったやつをもう1回揚げるからね。はい、OK。 じゃはい、二度目はね、もうちょっと少し置いとくと水蒸気が出ますから、ここがね、熱くなるんでね。どうしたらいいんだ、このまんまでいいか、このまんまでいこう。で、その間にサンドイッチをして、最初の方はもう水が十分出てるんですよね。最後の方はまだ水蒸気出ない、ちょっと冷ましたりしてから、いや、どうなんですね。いや、どん、いや、どん、いや、どん、いや、どん。では、サンドイッチを作りますか。あれ？どこ行った、これ。パン。あ、パンじゃねえ、これ。はい。サンド、ミンジンサンド、ミンジンサンド、水が残ってるね。アクの元と一緒に栄養素もなくなるんじゃないとか言われてるかな。うまい。これが難しいね。こうやってね、絞っちゃう。なんていうの、アクがなくて美味しい具材になるんだけどね、これが果たしてスカスカの入れ物だけになったら嫌だよ。スカスカの入れ物だけ、スカスカの入れ物だけ。うまい、みんな食べる。外側の方がいいよ。うまい、うまい。はい、じゃあ今度はまいちゃんよね。はい。キャベツ大好き。キャベツの国から来た王子だよね。キャベツの口から来た王子。春キャベツだけだよね、この美味しさっていうのは。二度揚げに入ります。
うどんはね、これでいいですね。ちょっと鍋底が広かったね、やっぱりね。うまいんだ。料理というのは後悔の連続だ。人生と同じよ。しかし全て手遅れなので。何かうめんだよ、何でも作れば。作れば何でもうまいんだ。はい、唐揚げおちきたり、お次はサンドイッチ、ゆで卵を潰すのを忘れちゃいけないよ。ゆで卵とこれ一緒にすればいいんだな。水なみゆで卵、水になってさ、水が出るからさ、その分がちょっと困るんだよね。それをゆで卵を吸ってくれればいいんじゃない。横向いてスッキリしたからね。ダメなんだよ。お風呂入ってきなさい。おい何そのコロナ後はさ、もうちょっとだな。めんどくさい、手でやっちゃうし。サンドイッチ一丁あり、こっち卵サラダね、卵サンドね。もうちょい前までハムもあるんですよ。おい、なんでなんかいろんなもん入ってくるぞ。いいんか、それで。サンドイッチ伯爵が作った時にはね、いや、まあ、友達だったね、伯爵と。嘘だろ。嘘っぴょん、サンドイッチ伯爵。サンドイッチ伯爵ってあれ本当はあのトランプじゃなかったらしいよ、好きだったの。麻雀だったらしいよ。おい、そんなことがあるかよ。あるもん。はい、じゃあチーズとハムの卵さん、バンソージやろ。両方作ろう。はい、もう一個はキャベツと、
はい、これでいいんだよ、これでいいんだよ、ボン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 、天才かだ、うまそうじゃろ、どうじゃ、これうまそうだね、こっちやろうか、まあみんな持っていくことはねえと思うんですけど、これまゆちゃん、まゆちゃん見てたら面白い、サランラップの神様に怒られるかね、そんなに一個一個包んだらダメだ、まあいいよ、はい、サンドイッチこれね、残りはここにこうなっておきましょう、食ったれ食ったれ、サンドイッチ食ったれ、はい、できたぞできたぞ、サンドイッチできたぞ、であとは見しめだね、なんか前ちゃんずっと見てるし、あーだんだん詰まって気に詰まってきましたね、まあ100円だからな100円だからね、揃ってほしいよね、これね、みんな煮切るまでやった方が美味しい、水がなくなるまでね、もうこのままでやる、でも味見ないかな、大体あんなもんだろうねと思ったけど、まだ味見てない、
すっごい食感に強い、これはうまいぞ。しょっぱい味はいい味だ。そしたらキャベツを、から揚げを用意して、から揚げを用意して、うまそうじゃろ。でキャベツを、キャベツを、あと少しね、キャベツね。キャベツね、春キャベツもこうやって食うのが一番うまいかも。はい、じゃあということで、まいちゃんは見てるだけでしたけれども、美味しいサンドイッチができました。いや、皆さんも美味しい俺のご飯食べて元気にすることでございませんか。じゃあね、バイ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 。